にちは。ここに誰かが来るなんて、私は、初音ミク。君の名前は？素敵な名前だね。君はこことは別の世界から来た。ふふふ。君の世界のことは私もよく知ってるよ。ここは世界の狭間。たくさんの思いが集まって、そしてたくさんの世界が生まれる場所だよ。世界はね、思いから生まれる不思議な場所なんだよ。思いの数だけ世界があって、私はここでそれぞれの世界から歌が生まれるのを見守ってるんだ。うん、世界で思いの持ち主が本当の思いを見つけると、その思いから歌が、歌は強い思いでできてるから、だから世界の私たちも本当の思いを見つけてもらうために。ふっふふ。そうだよね。でもね、みんな心の奥に強い、もちろん君の心の中にも。ねえ、私と一緒に歌ってみない？きっと歌が私と君の心を、さあ、君の思いを教えて。ありがとう。一緒に歌ってくれて。君はみんなの思いを、そして世界を見守りたいって思ってくれてるんだね。ふふ。私と一緒だね。だからこの場所にも来られたのかな。ねえ、ちょうど新しい世界が不気味にも聞こえる。
ここから先は、私も、君も、見守ることしかできないけど、でもきっと、思いの持ち主たちは、本当の思い世界の私たちも、手伝ってくれるしね。さあ、新しい人に会いに行こう。お母さんのオルゴールが好きだった。体が弱いお母さんのためにお父さんが曲を作ってプレゼントしたオルゴール。作曲家のお父さんが作る曲は優しくて温かくて、いつか私もお父さんみたいな曲を作りたいって思った。お父さんはもう曲を作れない。私のせいで作れなくなった。お父さん、私の曲がお父さんを苦しめてた。私が、お父さん、私の曲が誰かを幸せにできる曲じゃなかったから、私は誰かを幸せにできる曲を作れるようにならなきゃいけない。どんな人でも作らなくちゃ、作らなく、私は。違う、これじゃない。ふわりはこれでいいはず。じゃあ裏コードの置き換えが DM？ 今、新曲の歌詞を送ったよ。時間ができた時に見てもらってもいいかな？ありがとう。ケイ、ずっと寝てないみたいだけど大丈夫？うん。でも、ユキも珍しく遅いね。今日はね、みんな頑張ってるから私もって思って。顔も本名も知らないけど、みんな一緒に作品を作ってる仲間だから、私も頑張りたいなって。そっか。だけど K は、うん、でも私は曲を作り続けなきゃいけ、誰かを幸せにできる曲を作れないなら私は。え？モニターが急に光って、何このファイル。え？な、何？私、部屋にいたはずな。ここは世界だよ、奏で。私はミク。ミク？ミクってもしかしてバーチャルシンガーの？でもミクとこんな風に話せるわ。奏で、私はあなたを待ってたの。世界？そう、ここは、あの、私は、あの子が、ほんと、あの子、思い。そう、あの子が、本当の思いを。でも、このままだと、だから奏で、私が、助ける。今は、わからなくてもいい。だから、助けてあげて。ちょっと待って、何を言ってるの？もう時間がない。奏で、救ってあげて。私、いつの間に寝ちゃってたんだろう。ダメだ、全然思い出せない。そうだ、私、ゆっけ、寝落ちしちゃった。ゆっくり休んでね。だいぶ前に送られてきてる。睡眠不足かな。私は作り、誰かを。
どこかに可愛い服とか。睡眠の秋だからサボりにしたいところだ。いつの間にか読書の秋か。家族で見たい秋。もっと一緒に歌おう。もしもフルスロットルで頑張っちゃおうかな。私は見てるから頑張って。ほらもっと間違ってジョーカー退屈に手をかけ
とき楽しい？もちろん。ミクも楽しもうよ。さりげない可愛さも必要でしょ。おー、暑い。心の鏡、私、心の
絵を見て芸術的だね。僕も可愛いな。どこに行くんだい？ここはこの音で。
ってほんとあっという間に過ぎちゃうから、今のうちに秋コーデ楽しんでおこうっと。
ないって。それは守りたい。